前回までのフラフラ冒険フランちゃん。西の森へ向かう途中に、見事なひまわり畑を見つけるフランちゃん。姉のレミリアへのプレゼントにしようと、ひまわりに手を伸ばした、その時。ひまわりの、お世話をしているお姉さんに、見つかってしまい大ピンチの、フランちゃん。どういう風の吹き回しか、状況が一変。お姉さんの家に招待され、お茶をごちそうになる。このまま和やかな時間が続くかと、思いきや。なんだかとっても怪しい雰囲気に。どうやら飲んだお茶に薬を盛られていたようで、気がつけば牢屋に閉じ込められていたフランちゃん。なんとか牢屋から抜け出したものの、そのことはすでにバレている模様。バレないように背後からゴブリンを殴り倒しつつ、無事に地上への生還を果たすフランちゃん。再び大ピンチかと思いきや、ゆうかお姉さんからお詫びの印に、ひまわりを受け取るのであった。ゆうかとも別れ、ついに西の森へたどり着く、フランちゃん。そして、最後の冒険が幕を開ける。どうもアイトです。てなわけで、西の森を進んでいくよ。どうやら近くに狼がいるみたいだね。お、徐々に暗くなってきたぞ。想像していた狼と違ったが、可愛いからオーケー。ああ、私が苦手なタイプの、問題だ。よく考えればわかるんだろうけど、動画の尺も長くなるからゴリ押しで、行く。
1問目と同様にこの手の問題は苦手だ。またこの手の問題か。ならば信じるとしよう。間違えたようだ。間違えた回数バレちゃった。さて、これが本当の最後の謎解きだね。ゆっくり霊夢が寝ているぞ。犬ってこんな感じだったか？
レミーのパンツ。ドアノブカバーのついた鍵。さて、これでいよいよ最後になるのか。レミリアの衣装も良いな。
はい、今回でフラフラ冒険フランちゃんをクリアしたわけですが、短めのストーリーではあったものの、面白い世界観でした。制作期間が約1ヶ月ほどで、キャラやマップなどのすべてが、ヌーさんお手製なのがすごい。今作はフランちゃんを通して、各キャラとのつながりがとても、素晴らしかった。特に序盤のロリたちと友達になる流れは良かったですね。こういう不器用ながらも、ちょっとしたきっかけ一つで、簡単に友達を作っていくこの感じ、子供の頃を思い出すな。なので全体のストーリーの中でも一番印象深いところ。プレイしていて、どこか懐かしい気持ちにさせてくれるような作品でしたね。さて、フラフラ冒険フランちゃんは、シリーズとして続編があるようなのですが、これまでアクション、謎解きのジャンルでプレイしてきたので、次回は RPG など、別のジャンルのヌーさん作品の、プレイを検討中。一つ一つの作品が丁寧に、作られて価格もお手軽なので、私の動画がきっかけでヌーさんの、作品をプレイする人が増えると、嬉しいです。今後も新作を楽しみに待ちながら、応援していきたいですね。それでは皆様、長時間のご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。